僕は森で暮らしてる猫の猫助。明日は友達が海辺でイベントをやるから遊びに行くにゃ。猫助は？この子は虎之助。おいらの息子だにゃ。虎之助はまだお子ちゃまだから、今日はお留守番だにゃ。モカ風味カフェはユーチューバーのチョモカさんと森風味さんが主催しているキッチンカーイベントなのだ。チーバくんの同じで開催されるので、東京からもたくさんお客さんが来るのだ。皇居から約1時間、高速道路もあるし、結構早く到着したのだ。駐車場が無料なのが嬉しいポイントだにゃ。帰りに貝殻拾って海で遊んで帰るにゃ。おう、かわいいキッチンカーだにゃ。ホットドッグにクーレプも、これは買うしかないにゃ。かわいい雑貨にかわいい店員さん。かわいい名物お客さんもいました。かかりんごです。ああ、よろしくお願いします。ちゃんと言ってくれて、かかりんごさん初めましてって覚えました。たる。すごい。ディズニーシー。いいんですか？こんなできるんですね。すごい。あ、すごすぎるにゃ。すごいねこれ。将来はオイラもこんな車に住みたいにゃ。これもなんかあるよ、おしゃれな。あ、本当だ。あ、なんか暖炉っぽい。ここにいるだけで幸せな気分になってきちゃうにゃ。すごい可愛いこれ。全部手作りらしいけど、制作者さんはユーチューバらしいのでみんなチェックだにゃ。制作者さんのケンキャンさんで、所有者さんがデラ&チヒロさんだにゃ。ん？本当だ、すごい。おお、車の中には室があるにゃ。やめん。やっぱり日本猫なら和室が落ち着くにゃ。YouTube やってるみたいです。なんとリスナーさんから声をかけていただいたにゃ。猫助と虎之助のご飯ももらっちゃったにゃ。あ、でもあの最近カズスケの収入が減ってしまって、カリカリばっかりだからこれはありがたいにゃ。リスナーさんありがとにゃ。ねえコスッケ、ねコスッケ。あれ、この方は主催者のチョモカさんだにゃ。挨拶しようと思ったけどどっか行っちゃったにゃ。そろそろごはんでも食べるかにゃ。はい、これは絶対うまいやつだにゃ。なんか楽しそうなことしてるにゃ。コーシーの焙煎教室らしいにゃ。猫助もコーシー好きだからこの後やってみたにゃ。あ、でも匂いがねすごい、うん、いい香りしてきたよ。締めはクレープ屋さん TUU のタピオカキャラメルミルクティーだにゃ。プーは千葉市周辺で活動中のクレープ屋さんで、いつも売り切れるのでご近所さんは探してみるにゃ。いらっしゃい、ようこそ我が家へ。ようこそ我が家へ。たっぷり堪能した後は、最近購入した家にユーチューバーの吉川さんを招待したにゃ。じゃあ今日はね、物件を買ったんで吉川さん、はい、遊びに来ました。僕もう買ったことすら今日知ったぐらいのお店で、パチパチパチ、もちろん初めて来てるところで。確か。さあ、じゃあ、築年数は44年でサラリーマン1年分の貯金で買えるくらいの家だにゃ。多分大丈夫。これはじゃあスリッパを一回お借りする。あ、どうぞどうぞ、白に履いてください。はい、新しいスリッパね。なんかホテルしよう。そうだよ、ホテルだよ。ホテル
しいような、でここがまず床がね、ほらそうですね、ちょっと危険って、うん、こことね危険って、これはあれ、もともと前の持ち主さんがなんかライト付け、はい、これ危険危険、もうあんまりわかんない、よくわかってないんですけど、はい、特に持ち主さんもこの契約の時、この家の第一修理ポイントは玄関の床だにゃ。結構古い家で木々に囲まれてるから、ほっとくと足が抜けちゃうかもしれないにゃ。これ柔らかいですね。そうそう、柔らかい。ここだけだよね。こ、あとここ、ここかな。まあここ使う、まあ、このその辺、うん、ここだけは増し張りでフローリング貼ろうかなっていう感じなんですよ。僕もちょっとその工事のアドバイスなんて全然できないけど、でももともと段差あるから増し張りで全然良さそうですね。そうそうそう、バリアフリーじゃないから、うん、そんなね、穴は持っていくことでもないので、うん、ズボッと全然ね、こっち和室になります。はい、普段ですよ、すいませんけど、うん、あ、電気はまだ来てないの、まだ契約してないんで、うん、本当ね、つい数日前に契約したばっかなんで、あら、うん、そうで、ここでまあ僕も詳しい話は聞いてないですけど、まあ、ここに最後ね、あ、寝てらっしゃったんでしょうね。あ、はい、まあ、ここではなくなってないって聞いたけど、はい、契約した人は若いですか、僕よりちょっと上くらいの人でね。それはなんかご遺族の方とか、多分そうだとは、もう詳しい話は全然全くしてないですけど、なるほど、うん、そうすればもうほんとそのままで、で使うご予定もないから、うん、そうです、なんか思い出はたくさんあるから、うん、もうでも思い出は残して、はい、あんま来れないから手放すっていう話でしたね、はい。まあ、ここも、まあ、田舎っちゃ田舎ですけど、そどうですかね。そんなに、だってあれですよね、あんまり詳しいことも言えなくても、うん、新築のお家は来るというで見かけましたから、まあまあ、なんかとんでもない田舎でもないけど、はい、東京からすると田舎ですけど、はい、まあもっと田舎はたくさん、はい、あるから、どう思います、うん、ここはちょっとまだその僕が今来た方向があれなので、はい、うん、でもその正確な位置を、アッキーはこっち来たことある、この辺ないよ。あ、ないんだ。ないですね、こっちの方はあまり、その僕も、うん、通るくらいですかね。そうですね、でも全然、はい、うん、あれですね、そんなに僕が普段あれ紹介してるようなわけなかんない田んぼの奥の方に作ったような分譲とかそういうところではないんで、うん、まあまあでもね、住む人はいそうだなっていう、はい、スーパーもね、ありますね。この辺りどこに住んだってまず車は絶対必須ですし、うん、はい、駅前であろうと、うん、道々ね、車でちょっと走れば、はい、まあ、それなりに大きいスーパーとコンビニ頑張ってね、はい、場所は全然いいと思いますよ。 ありがとうございます、はい、いただきましたいただきました、うん、東京の人家見るとかなり田舎だけど、大きなスーパー、ホームセンター、マクドナルド、チェーン店も車で10分以内にあるから、結構住みやすい場所だにゃ。まあこのままじゃ貸すっていうか、まあ直すとこもあるので、はい、リフォームで外注したら、まあそれなりに屋根も結構ゴミ溜まってるし、はい、あと玄関の横、はい、なんか多分ぶつかって壊れてるんですよ、うん、はい、壁剥がれてて、うん、だからまあ DIY だったらね、そんなお金かかんないけど、外注したとなるともう何百万か借りそうだなみたいな、うん、ね、感じな。あと物もね、結構そうですね、団地物、そうそうそう、団地物も結構あって、はい、まあ、それ込みの金額かなっていう、はい、うん、そうですね、この団地物がね、うん、これ業者に頼むとかなりのお金になるので、そうですよね、うん、下手したらね、100万かかっても、うん、でっかいのも多いから、まあ、コツコツ運びましょう。そうですね、仏壇のことがもうおっしゃってなかったですね、よく仏壇を嫌がられる、あれあったの、うん、でもお位牌ないからもうあれだよ、抜いてある、抜いてある、うん、全部一応見たので、それっぽいものあっても、もう連絡しないで処分していいですって言われたので、はい、多分もう大丈夫、うん、お位牌ないから、うん、抜いてあるんだよ、もう全然関係ないけど、僕、はい、今度の動画で線香と線香立て使うので買ったんですけど、お借りすればよかった、線香立て、本当だね、100均のお皿を買ってきたんですけども、もし欲しいのあったら全然、あの今日でもいつでも持って帰っていいんで、ああ、はい、すみません、ありがとうございます、まとめ、あ、これ欲しいなっていうのもあれば、はい、はい、なんか売れそうなものとかはそんな、むしろこういうものしか多分あまり使わないと思うんで、はい、なんかアッキーが欲しいのがあったのかな、秋足のあたりを、これはでもこれ結構綺麗なんじゃない、ほら、全然、はい、和弘これ使えるでしょ、だってあなた、はい、足、そんな、足があれだったんだから、これがいくらの機種なのかはわからないけど、ちょうどふくらはぎのマッサージ機が欲しかったから嬉しいにゃ。スライムだって動くんだし、気持ちいい、やってみ、あ、電気通ってね、電気ないけど、これいいかも、これ欲しかったんだよね、そう、あなた欲しいって言ったじゃん、うん、
足気持ち、気持ち、よかったね。撮ってみてよかったね。人様のお名前の方が。もう一応なんか他の人も一人見に来て、はい、ここスピーカーあったんですよ。あ、はい、でスピーカー欲しいってからあげたんですよ。なるほど。そう。お酒。地球儀がある。地球儀。こんなもんね、自分で買うこともないけど、なんか小道具でね、はい、なんか。ラジオとかあるじゃないですか。ね、そうそう。こういうものはもしかしたら、まあ、一個一個はいくらにもならないかもしれないですけども。うんうん、まあ、なんかね、ラジオがすごい。お母さん、これ映ります？あ、映るよ。アンティークで、あの、ディス、何？飾っておくだけでもなんか可愛いよね。掛け時計とか、よく見ると、可愛いじゃない。すごく古いんです。こんなでっかいスピーカー、スピーカーどうなんだろうね。これはでも持ってかなかったから正直価値ないのかもしれないけど、はい、今これよりもちっちゃいスピーカーで音良いので、あ、そっか、昔はこれぐらい大きくしないと音良くならなかったけど、そうなんですね、はい、今はどちらかというと僕はなんか古い折り込みチラシがそういう方に関心持ってしまったので、もしかしたらこういう方がちょっと見せていただきます。どうぞどうぞ、うん、上にいっぱいありますよ、吉川さんが好きそうな本が。え、本があるんですか。え、大好きそうな。じゃあ、ここさん上行こう。もうなんかもう、ね、使ってたようなカバンね。ね、これ素敵だよ、トトさん。いろいろ入ってますよ、大丈夫。カフス。出品したらどうですか。これ何価値あるの。なんかカフスと、ないよ、ないから置いてってんでしょうね。トトさんにくださいって言うのは、いいねって綺麗だよって。三脚だ。色が綺麗だよっていう話。あ、好きそうじゃない。これこそなんか売れそうだ、うん、これ売れるのか、ね、綺麗に磨いて、これた多分ネジだから使えるよ、うん、ちょっと見てみる、うん、ネジ回してみ。掛け時計がすげえ素敵で、素敵だよねこれね。いいなと思った。音がなんか昔からの音、まあ、中に金が入ってるんで振るだけで音は鳴っちゃいますけど、ゼンマイ、ゼンマイ、ゼンマイだよ、ゼンマイ。これどうやってどうやってちょっと時代を感じるわ。もう世代が違うから。ゼンマイ回せばいいね。あ、そっから剣だ、下にゼンマイアップ。うわすごい、ほらかかさん、こっちこっちちょっと回って、ちょすごいよ、かかさん。うちにありましたから。手慣れてる。あったの。手慣れてるな。うちにもあるし、まだ使ってる実家で。うちにあります。ちょっと聞かせて。ちょっとこれあるの。うちにあるよ。こっちは動かないか。こんなのアニメとか映画でしか見たことない。おー、すごい。やばい。あの、今、吉川さん斜めだってか、振り込まんない。そう、立てない。そうそう。これ OK。これで秒針なんだよ。はい、動きますね。すご。あ、じゃあこれは、まあ、子供がやったのをただはめただけなんだ、うん、ステンドグラスだから、はい、うん、学校であるじゃない、作ったかなんかで使えるわ。もともとはただの覗き窓だと思うんですけど、うん、多分曇っちゃったりしてステンドグラスで取り替えて、 それがね、なんか裏からこんな簡単に貼ったものだったんだ。割と綺麗、うん、綺麗だよね、うん、綺麗だなと思って、うん、ちょっと洒落てるよ上も、うん、ねえ、はい、吉川さんお宝ゲット。すごい。え、僕売らないですか。まあでもこれ味もありますね、はい、なんかお部屋にあったら可愛いよ。ここの曇りだけなんとかできれば。じゃああれか、すごい100円ショップだよ、土産屋さん。あ、ほんとだ。あ、ちゃんだ。売っちゃうんだったらいいで使った方がいいよ。これは味があるから綺麗にして使おうかにゃ。ちょっと雰囲気合わないけど、ここはなんだこれ、ストローとかだね、ストローとか、ね、あ、お金が入ってる。え、これお金、お金、ちょっとちょっと袋だよ。袋袋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 でしょ。あれ、ね、なんか丸い円。お茶だ。お茶だ。いつのお茶だよそれ。いやでも未開封だよ。未開封だよ。さすがにさ、1、2年だったら新茶に戻るって言うけどさ、何年前だよ。これなんか書いてないわ。5年、10年前だったら飲めないよ。これさ、中に書いたんじゃない。中かな。中に書いた。まあ、飲みかけのお茶もあるよ。あれ。2018年が賞味期限です。残念。ちょっと、じゃあこれをアッキーにあげるわ。
じゃねえよ、飲めねえよ。その缶だけ取っとけば、缶だけ取っとけば、缶だけ取っとくか。だってお茶あるんだよ、だってシャワーハウスに。あれ、これチェーンソーあんじゃん。あるよ、まあ、この前また。え、風呂さんじゃないんすか。これ違うよ。この前も、この前玄関にあったよ。あ、ちょっと油が。いやー、ちょっと、油取ったよ。ちょっと。ちょっと油が、そう、あっちの方置いといて、危ないから油が間違えちゃう。ね、電気チェーンソーがね、あるとそう、便利だよ。ほら、アッキー、これ水が出るじゃん。出ません。1回分か、管理残ってたやつだけ。1回分かね、ここいろいろ残ってる、これ。うん、全部ポイポイだよね。今なんで2024で、うん、マイナス7行きますか、うん、この 2階のね、この吹き抜け側ちょっとおしゃれなんですけど、あ、ちょっと管理が大変っていう。血圧なの。あ、でもこの辺はもうなんかある。あ、7号号、やべえ、いっぱい本ある。そうそう、ここに本がたくさんあるんですよ。すげえ。じゃあ拝見させていただきます。どうぞどうぞ。昔これはやってたよね。プレミア価値ないのかな。背表紙を読み取れなくて、はい、うん、これ田舎暮らしの本が欲しいんですか。これはちょっと欲しい。1993年で相当古いので、あれ、こういうのって結構その当時の物件情報載ってるんですよ。あ、そうなんですね。こういうところとか、ほら、あ、この一番後ろのこういうのとか、これ太陽村のやつですね。太陽村、広告に興味がある吉川さんでした。そうです、うん、あ、リゾート管理土地。はい、チェックしきれないぐらいの膨大な量ですけど、紙物は。テレビ1、2、それパソコンだね、左側の。昔のマッキントッシュじゃないの。すごく古いマッチントッシュも出てきたにゃ。多分価値ないから捨てるしかないんだろうにゃ。ほら、出てきましたよ、高橋秀樹。しよう、侮るなかれ。何なのそれ。これ何、これ 3M の 2DD って何これ、何これ。なんか昔のなんか何なんだこれ、ちょっと開けられない。フロッピー、フロッピーか、これフロッピーディスクだね。フロッピーか、未開封のフロッピー初めて見たかも、うん、フロッピーディスク。あれ、これ誰、これ小川さんわかる。アン・ルイス、誰それ、なんて書いてあるの。エリサ・ビアン、知らんし、知らんし。LG ビアンキです。いや、あの、や、あの吉川さんがわかるかも。オリオンタフ。なんか何してほら、それ何それ。これ？わからん。電子辞書じゃないの？いやー、わからんけど。あ、違う、普通のあれの音か。あ、なんだ。英語でわからん。なんか面白いのないかな。本がたくさんあります。プリンターじゃない、これインクだな、インクか、うん、何もか、特にあとはなんかないですね。お料理の本とかワープロ。あとでゆっくり来て、ゆっくり。ここもね、黒電話だにゃ。テレビでしか見たことない小道具だにゃ。障子はボロボロ。森に囲まれてるには。綺麗にしたらすごくいい庭になりそう。こっちの段ボールが持ってくやつですか。あ、紙袋を用意してるんですけど、ね、あ、そうですか。このカセットテープ持ってくやつですか。カセットテープは、はい、いただいていきます。どうぞどうぞ。ここにカセット、よいしょ。あ、すいません。こんなカセットテープ欲しいんですか。カセットテープ、はい、うん。結構あるな。ですね、ずっと想像以上にありましたけども。これもか。
せつけてな。それは本当。あきこれ木彫りの熊欲しいの？木彫りの熊ってなんか懐かしい。欲しいならあげる？綺麗にしないとね。お風呂見るか。ほら、これ床がほらなんか補強されてる。床補強が本当だ。最初点まで。乾燥機もあるよ。本当だ。洗濯機あって。洗濯機これいつだ。いつのだ。だいぶ古そう。ちょいつのかわかんないけど。あ、ここに書いてるわ。わ、89年だって。この乾燥機は？これも古いんじゃない？ちょっと、動くのかな？カズ、開けたの。あ、93年だって。93年。古っ。まあでも、なんか綺麗だけどね。なんか、使えそうだけど。じゃあこれね、お風呂だよ、これ、アッキー。うん、クマスケ！クマスケいた？あ、ちょっと、なにこれ、なにこれ、そう、富士山、これ富士山じゃないの？すごい、アッキー、ちょっと富士山落書きしてるよ。ちょっとアッキー、ちょっと落書きしないで。してないでしょ。私こんな絵描けませんよ。ちょっと、あ、でもなんかや天井すごいんだけど、大理石になってるよ。ちょっと、どうなってんのよ。どうなってんのよ、これ。これは結構いろいろね、大変そうですね。リフォーム大変だよ。大変だよ。ちょっとアッキーにお願いしていい？これ、お風呂、お風呂のリフォームは。風呂は。お風呂担当、アッキーでいい？掃除してあげる。本当？掃除したい。じゃあ頼んだ、アッキー。でも、吉川さんがいいって言うかな。忙しいからね。あれ、トイレは？アッキー、トイレ。トイレ、これ。はい、どうぞ、トイレ。ねえ。なんかチェックしてみて。そう、あれ奥の何が大きい？あれなんか犬いるよ。犬いない？あれ何あれ？アキ、あれ何？何で閉めんのよ。閉めんのよ。何これ？何これ？ちょっと何これ？ちょっとどうなってんの？ちょっとちょっとちょっと何これ、何これ、そうなんかぶら下がってる、ちょっとこれ何これ、これどうなってんのか、ちょっとこれ魔改造されてるけど大丈夫、これなんか改造されてる、ちょっと こっち何、こっちこれはスピーカーだ、これスピーカーこれなんだこれ、スピーカースピーカー、ほらこれスピーカーじゃない、これほら、うわ、なんか刺っちゃった、スピーカー、スピーカー、よくわかんないけど、あ、これスピーカーだ、ほら。スピーカーだよ、カズ。なんか、ここに書いてある。書いてる？スピーカー。ここにさ。ほんとだ。スピーカー使えてるわ。なんか。これ何？ランタン？これランタンはでもちょっと味あるね、これ。ちょっとランタンは。あ、あったあったあった、危ない。危ない。危ない。ランタンは。気をつけてよ。ランタンすごい。ランタンね。これちゃんとしたランタンじゃない？作る。なんか匂うね。はい。これね、うちが駐車場2つあるんですよ。これと、はい、こっちが、ああ、ここまでなんです、これ。このブロック塀まで。ああ、じゃあここの片付ければってことですね。こっちかな、ここまでか。そっちだよ。ここまで。うん。はい。だから、ここまで駐車場2台。はい。あ、2台あれば全然いいですね。そうそうそう。で、これがね、ビニールハウスの骨組みなんで、これはシェアハウスのとこかな。あ、なるほど。そう。で、結構庭が豪華で、ああ、これこう、はい。なんだろうね。まあ、ここがなんか、なんだろう、ね、車が激突したのかなっていう。ですね。小屋敷。まあ、飛ぶ、なんていうの、雨戸。はい。
あまなんかトブクロですね。トブクロ、そうですね。がぶっ壊れてないと。はい。本当だ、広いですね。結構広くて、そっちもほら結構広くて、はい、まあ庭にしてもいいし駐車場にもできるってことですね。そうそうそう、4台入りますね。これ一番過渡地なんで、多分奥地か、はい、なんていうの、奥地ですね。このまだ奥に土地があって、うん、そこはまだ綺麗に整備されてないっていう感じ。はい、そうだから誰もいない、はい、そっちも誰もいないんですよ。はい、角地ではないんだよね、だから奥にあるから。でもまあ何もしないでしょうね、こういうことだから。いわゆるね、高気分上地の、まあ、はい、どうだと思います。だと思うんで、はい、うん、はい、こんな思うんですけど、はい、一面芝生だったらしいですよ。え、そうなの。うん、ここはブロックだ。ここね、こう頑張りますか。うん、頑張りましょう。でも板打ち直したら使えそうです、ね、あ、そうですね、はい、こんな感じの家でした。はい、すごい。ベランダもまあ使えますね。使えますね。柔らかいのもあれですね。入り口も床だけですね。うん、2階とか歩いても全然。2階はあんまり頼まないかもしれないけど、1階も別に。そうですよね。ふかふかのところなんて、うん。うん。だから本当一番大変なのが掃除なのかもしれない。もしかしたら。確かに。物が残地物が多いんで、はい。はい。そんな感じで今日は吉田さんに遊びに来てもらいました。パチ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 。ありがとうございました。今日のゲストさんでした。今日はモカ風味カフェでいろいろ遊んでお菓子も買って楽しかったにゃ。またイベントやるときは遊びに行くにゃ。今月オイラも軽トラック買うので、届いたらちっちゃい家を作って軽トラに乗せるにゃ。それじゃあまた次回の動画でバイにゃ。シャキーン。